庭園で昔ながらやってもらってね。ちょっと八ヶ谷町は友人駅だったんですね。はいはいはい。ミノムシ。ミノムシ音。とかいろいろあるみたいですけど。そう、あのね、この往復作戦ね、言ったじゃないですか。これね、どういうことか、いわゆるジグザグ作戦って言ってね。あの、単線のところとか、本数の少ないところね。あの、一方向に行こうとするとね、次の列車が単純に30分待つような形になる。なので、ね、こういう時はね、ちょっと行ったり来たりするような形を取るとね、アクセス良くていいですよって言ってたんですけど、何のことはないですね。ここ、アクセスが良すぎてね、乗り換え時間0分だったんで、すぐに折り返しになっちゃった。ダメじゃん。なのでね、まあ仕方ないので、まあちょっと見ていこうかと。あいつね、すぐにジャスコがあるはずなんだよ。あった。伊賀のジャスコね。まあちょっとジャスコで見たんとか。まだちょっと先もありますからね。こんな感じになってますね。さあ、寄ってきましたけどね。いい音が聞こえてるね。うん。飯食ってたら出発時間になってたね。うん。何やってんだ。あ、もう電車いるわ。ダメだ。間に合わねえ。もう間に合わない。やっちまった。あれ？まだ飲んで、ちょっと食うかなと思って、ついついセットにしてね、マックセットにしまってね。セットにのんびり食べてたね。このざまですよ。行っちゃったっていうことなんでね。仕方がないので、一旦散歩で遅く、あのね、だんだんね、それだと次の折り返しの、あの、下り列車、間に合いそうだなということなんで、一旦散歩に切り替えたいと思います。どう行けばいいんだ？どう行けばいいんだ？ナイスアップ。こっちか？どうじゃいんだ？やっちまった。ここで、ナビかし。茅屋町の前通ってけ。そっちの方が早いんだ。へぇ。締切り渡って、踏切り渡って、先の交差点も曲がる。と、なんか商店街、なんか繁華街みたいなところに出れるのかな。へぇ。そう。このね、上野市を中心にね、この辺りは、需要があるということで、すごく細かく駅が設定されてるんで、実はね、こっからね、二つ先の駅ですけど、実は歩いてもね、20分かからないよってことなんで、ちょっと早足で行けば、追いつけるだろうと、次のぐらいですね。よし。あとね、いつもだったらね、このね、バスも走ってるらしいです。うん、単純に上野市駅まで行くだけだったら、バスの方が190円で、ね、こっちの方が安いらしいですね。で、まだまだ先か。そこの交差点か。この道か。はあ、はあ。これを信楽方面に行けばいいみたい。何タイム。もうディナータイムな気がするけどな。まあ、ランチタイムは怒られる自由なんだ。怒られる自由なんだ。すげえな。
古本屋さんだったんだ。すげえ。すごいね。あれか、古林先生を付き合ってくれる人いないな。ここか。曲がると。恵比寿三枚でいいかなと思ったけど、なんか人がおったんで。よし。まあね。まあ、あんた一人とこならね、大丈夫でしょ。よし。何だったんだろう。なんかいましたね。まあ、バイオだ、懐かしいな。最近すっかり聞かなくなっちゃいましたもんね。あ、ほんとだ。ああ、ここは通ったことあるわ。はい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 。その道はもうあれですね。車だと何回も通ることがある。メインストリートですもんね。はいはいはい。ここに伊賀越さんのね。味噌とか醤油とか作ってるところですよね。比較的、この辺りのスーパーならどこでも買えますよね。何かちょっと工業団地の方にスーッとね、向かっていくと、でっかい、工場がありますよね、伊賀越さんの。一回ああいうところの工場見学とかやってみたいですけどね。まあ、そういうのできるようになるにはね、やはり、まあ、チャンネル収益化とかはね、最低限、できてないと。あれですけどね。よいしょ。もうね、言っとるうちにね、実は出てくるはずですからね。もう500メートルらしい。地下。だから電車の方がちょっと軽く迂回してますからね。その分何なら近いというこの妙音が発生していますね。よいしょ。街並みが綺麗なんですよね。ほんとこの旧上野市街。まあ今もね、伊賀のあれになってますけど、伊賀市の中でももう中心地の取り的な存在てか、まあ間違いなくここってが中心ですよね、伊賀市は。その名前的にはね、伊賀町と上野町とあとどこだったっけ、柘植町か、あの辺りが合併してできたところですけど、その中でね、伊賀町の名前がね、そのまま引き継がれてますけど、まあ、単純に伊賀地方ということで、伊賀っていうのでですね、そっちが来てますけど、昔から中心はこれ上野ですよね。まあ、なんて言ったってね、上野はね、芭蕉様がいらっしゃいますからね。強いよ。あ、そう、松尾芭蕉、あの芭蕉様ね。まあ、もうこの上野の出身ということなんですよね。そういう五七五の俳句だけでここまで名前を残すってすごいですよね。